はい、こんにちは。今日はですね、自分のね、弱点部位をね、どういう風にしてね、克服してきたかっていうのをね、お話ししたいと思います。まあ、自分はね、こう、体型的なものもあってですね、まあ、大胸筋ね、まあ、ちょっと撫で方っていうのもね、大胸筋とね、僧帽筋がね、非常に発達しやすい、まあ、体型なんですけどね、もう何も考えなくてもね、胸トレしてたらね、だんだん胸に入るんですよね。で、発達するんですけど、まあ、それに意外ね、肩ですね。肩がね、非常にまあ、偏ったトレーニングばっかしたってもあるんですけれどもね、苦手でですね。で、まあ、昔はね、何も考えずにやってたんですけど、まあ、フィジークのコンテストに出始めてからですね、まあ、3年前になりますけどね、まあ、その時にね、周り見るとね、もうやったら肩がでかい人が多いなっていうね、なんかもうこんな感じのね、ハンガー逆にしたみたいな感じのね、人がね、多くてね、驚愕を受けたんですけど、はい。まあそれで肩なんとかしなきゃいけないなと思ってですね。今でもね、大したことないんですけどね。ただまあ、意識してやる前に比べると、だいぶね、でかくはなったのかなというふうにね、思うんですよ。まあやはりね、胸の骨主張が強すぎてね、ちょっとそんなに肩がね、どうしても隠れちゃうんですけどね。はい。で、まあ自分がやってきたこと。はい。まあもう結論言うとですね、頻度を増やした。ね。もう苦手部位、鍛えたい部位、そこのね、頻度をひたすら増やしたっていうね、ことです。はい。まあ、昔はね、まんべんなく、もう肩、背中、胸っていうね、腕とかね、もう順番にルーティーン組んできたんですね。たぶん肩も週に1回から、多くても2回ぐらい、だったんですけど、それからですね、まあ、ちょっとこう、やり方を変えてですね、まあ、肩をほとんど、ほぼ毎回のトレーニングに取り入れるという感じでね、やってきました。その代わりね、1回のトレーニングでのボリュームはね、かなり減らしました。はい。1日やっても、まあ、2種目ぐらいですね。2種目、多くても3種目になります。で、まあ、肩も、一応前と横とね、後ろがあるので、まあ、それを3つに分けてという感じで、やってます。今日は前やって、次の日は横やって、次の日は後ろやるとかね。まあ、そんな感じで、まあ、肩を毎日やるっていうね。前をずっと毎日やるとか、そんなんではないんですね。はい。まあ、三つに分けて、毎日に回すっていうね、感じで、やってました。はい。毎日やるんですけど、基本はだから胸、背中、足とかね。そういう主要部位の日、のトレーニングの日に、肩の前だけ入れるとかね。横だけ入れるとかね。そんな感じでね、2、3種目、毎日、入れるようにしてました。まあ、肩の場合ね、それほどね、まあ、足とかね、胸とか背中とかだとね、やっぱり追い込むと、まあ、回復するのにも時間かかるし、筋肉痛もね、取れなかったりとかね、疲労が残ったりする。肩はね、回復が早いんですよ。で早いので、どんどんもう、回復したらどんどんやっていくっていう感じで、はい、やりました。まあ、組み方の例としましては、まあ、胸やる。胸やって、胸プラス肩のリアやるとかね。リアって多分ダンベルリアレイズ、ワンハンドのね、インクラインのこう、リアレイズとかね。あとまあ、こういった、ローイングですね。ローイング、リア狙いのローイングやってとかね。あともうチューブでこう、フェイスプル的なね、ローイングやったりとかね、しました。はい。で、それを2、3種目。まあ、2種目ぐらいですね、大体ね。2種目、3セットずつぐらいですかね。で、背中の日に、肩のね、サイドですね。サイドやる。まあ、サイドレイズがメインですけどね。サイドレイズの中重量、低重量やったりとかね。あと、インクラインのね、ちょっとストレッチ効かしたサイドレイズね。インクラインサイドレイズ。はい、早めのやつですね。あと、まあ、シーテッドのね、こう、シーテッドのサイドレイズとかね、こう、ストリクトになるやつですね。はい。で、足の日に、こうやったのフロントやったりしますね。まあ、バーベルね、バーベルのこう、フロントレイズですとかね。あとこう、バックプレスとかでね、ストレッチ効かせるバックプレスとかね、をやったりします。で、肩だけの日っていうのは、まあ週に1回ぐらいですね。週に1回ぐらい入れて、で、その日に、肩のプレスをメインにやったりしますね。まあその日はね、肩だけなので、6種目から7種目はやったりします。だもう前だとね、プレス系から1種目目ね、高重量のプレス系からその日に入れたりとかね、します。で、まあ、横はね、もう、
横も、まあ、サイドレイズは普段はもうあの低重量とか中重量ぐらいしかやらないんですけど、肩の日についてはもう高重量のサイドレイズ入れて、で、まあ低重量でまた最後効かしたりとかね、まあ、ケーブルのサイドレイズやったりとかね、まあいろいろします。はい。でも、後ろも、当然やれ、後ろもやりますね。ダンベルリアレイズとかね、ライブレイズ、あとフェイスプルとかね、ケーブルリアレイズとか。はい。まあそういった形で、まあ週に1回ぐらいはね、肩だけの日っていうね。まあとにかく肩の頻度がね、高くしました。はい。ですのでまあ、週に1回から2回、2日ぐらい、まあオフ入れる形にしているので、まあ週5から、まあ6ぐらいね、肩やるような感じでね、やってました。で、実際そんだけやってるんですけど、肩にそんなにね、こう負担、疲労が残るっていうこともね、自分の場合は、まあ、なかった。まあ、そこまで追い込んでないっていうのもあるんですけどね。まあ、その、追い込みすぎたら、まあ、多分そんだけできないんですけど、自分の場合はそこまで追い込んでなかったので、はい。まあ、そんな感じでね、やってきてました。はい。で、まあ、一度のね、肩トレの頻度とかね、あ、頻度とか、ボリュームもね、さほどでもないのでね、精神的な苦痛っていうのもね、特に疲労っていうのもね、なくですね、まあ、非常に楽しんで、やってきました。はい。で、まあ、肩はね、こういったやり方をする前のね、状態がね、こんな感じです。はい。こんな感じで、まあ、大胸筋はね、この頃からでかかったんですけど、なんかま、ちょっとこう、ズーンとした感じですね。上の体の上部にね、そんなに広がりがない、感じの体ですね。はい。ここでやっぱり上ね、肩を中心、肩と広背筋中心にね、付け出してからね、この V シェイプっていうのが非常にね、できるようになりました。はい。だからまあ、こう、いろいろやりながら、自分に足りないところっていうのをね、後でこう、付け足すっていうかね、そこを克服するために、いろいろとこう、メニューとかね、組み替えたりするっていうのはね、非常に大事なのかな、というふうにね、思います。はい。まあ、これね、高頻度でやるっていうのもね、逆にやりすぎてね、つかないっていう人もいますしね、まあ、それが合う、合わないっていうのもいろいろあると思います。はい。まあ、自分はただ、まあ、このやり方で、肩は、ある程度ね、改善できたのかな、というふうに思っています。まあ、これを実際ね、まあ、高頻度でやらずに、週1回ぐらいの肩トレで、やってたら、まあ、もっと良くなったとか、そんなの分かりませんけどね。たらればの世界なんでね。ただ、まあ、自分はまあ、もともとそれでやってて、それほど、発達してこなかったので、まあ、今のやり方がね、合っているのかな、というね、気がします。はい。まあ、人それぞれね、体型とかね、あると思いますのでね、合うなと思うやり方をね、やったらいいと思います。はい。ね、逆に怒り型の人なんてね、そんなに肩やらなくてもね、週1回の肩トレでね、もう十分すぎる肩がね、できる人もね、いますしね。はい。まあ、自分はね、まあ、残念ながらそういう体型ではないので、はい。ちょっと肩はかなり試行錯誤しながらね、やってます。まあ、一点ね、僕の胸とかだとね、そんな何も考えなくても勝手に発達しちゃうんでね、羨ましいなって言われる時もあるんですけどね。まあ、自分からするとね、特に意識しないでも肩でかい人とか非常に羨ましいんですけどね。まあ、そういったのはないものねだりなんでね。はい。まあ、苦手なところは苦手なりにね、いろいろ考えてね、はい、やっていきたいと思います。はい。